はい、どうもカツキンです。今回はこちら東京ディズニーランド。それでは早速歩いていきましょう。今回は東京ディズニーランドのエレクトリカルパレードを撮っていきます。場所を確保したら水分補給しながらパレード始まるまで待機します。今回使用するレンズは広角 17-28mm と望遠 70-300mm です。お、始まった。パレードの先頭は映画ピノキオに登場する妖精ブルーフェアリーです。魔法でピノキオに命を吹き込みます。羽も綺麗ですね。まずは望遠レンズで撮っていきます。はい、こちらの写真なんですけど、ブルーフェアリーを撮ってみました。神々しいですね。なるべくアップで撮りたかったんですけど、特徴でもあるステッキと羽もしっかり映るように撮りました。完全に近づく前に撮ることで被写体が正面を向いてても顔を映すことができますよ。このエレクトリカルパレード自体もブルーフェアリーのかけた魔法なのかもしれませんね。それではまたまた歩いていきましょう。お、こちらはドリームライツトレインですね。ミッキーとミニーとグーフィーが乗ってます。続いては広角レンズでドリームライツトレインを撮っていくんですけど、ミッキーも映したいのでこっち向いてくれるといいな。ミッキー。お次は不思議の国のアリスです。チャシャ猫の上にアリスが乗ってます。3年前のリニューアルからティーカップの中にアリスが入ってます。また望遠レンズに持ち替えてアリスをアップへ撮っていきます。おーい、アリス、あ、こっち向いてくれるかな。はい、こちらの写真なんですけど、アリスの笑顔をアップで撮ってみました。可愛らしいですね。夜に明るく撮影するのって結構難しくて、特に望遠レンズだと手ぶれしやすいんです。手ぶれしにくい目安とされてる焦点距離分の1秒よりも速いシャッタースピードに設定して F 値は開放にして、ちょうどいい明るさになるように ISO 感度を上げていくのがおすすめです。ディズニープリンセスをアップで撮るときは一瞬の表情や仕草や目線を見逃さないように撮影しましょうね。それではまたまた歩いていきましょう。お、この光はティンカーベルですね。そう、続いてはピーターパンです。フック船長とウェンディも乗ってます。またまた広角レンズに持ち替えます。忙しいな。言い忘れてましたけど、カメラボディ2台体制です。いやー、夜のロンドンの街を飛んでみたいな。宮殿にいるのはアラジンとジャスミンですね。なんだかやりとりが行われてます。身振り手振りがすごいな。お二人近くにいるので一緒に撮ってみようと思います。またまた望遠に持ち替えます。はい、こちらの写真なんですけど、アラジンとジャスミンが目を合わせてるところを撮ってみました。お二人とも目と口を丸く開けてどんなお話してるんでしょう。被写体は単体だけじゃなくて関係性のある複数を撮影することで情景が広がります。お互いが近づいている時やおしゃべりしてそうな時や同じようなことをしている時など、シャッターチャンスは結構あるのでよく見てみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。おお、来た来た。カツキンが推しているプリンセス、ラプンツェルです。まずは望遠レンズで1枚。広角レンズに持ち替えました。全力で手を振るカツキンです。作品の雰囲気と音楽は好きなんですよね。あの船の上のシーンとか最高。トーンの再現度すごくないですか？
うわー綺麗。かぼちゃの馬車もいいですけど、お綺麗なお顔を撮らせていただきたいので望遠レンズで撮っていきます。はいこちゃんの写真なんですけど、かぼちゃの馬車に乗ってるシンデレラを撮ってみました。お美しいですね。ディズニープリンセスは特徴的なポーズをしてくれるので、それも見逃せません。かぼちゃの馬車みたいに顔がかぶっちゃうような乗り物もあるので、ここぞという時は連写していきましょう。それではまたまた歩いていきましょう。お、あれは美女と野獣に出てくる魔法でろうそくに変えられてしまったルミエールですね。食器の上に乗ってるところを撮っていきます。続いてはベルがやってきましたね。バラのステンドグラスがまた素敵。こちらも広角レンズで撮っていきます。はいこちゃんの写真なんですけど、三分割構図の右下にベル、左上にバラのステンドグラスを入れて撮ってみました。華麗ですね。手を少し伸ばしてる姿を撮ったことで写真に動きが出たのと、ちょうどベルがステンドグラスの方を向いてる瞬間を撮ったことで目線誘導にもなったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。映画アナと雪の女王のアナですね。階段の下にはオラフもいる。なんだか涼しく感じてきました。そうしたらアナをアップで撮ってみます。ここからはイッツァスモールワールドの小さな世界の曲に乗せて、エレクトリカルパレードもフィナーレへと向かっていきます。ドナルドが元気に手を振ってくれてます。あ、船の操縦もできるんですね。はいこちゃんの写真なんですけど、船を操縦しているドナルドを撮ってみました。楽しそうですね。手元とハンドルを写真内に入れたことで操縦していることがわかる写真になりました。ドナルドのアヒル口も角度によっていろんな表情に見えるので面白いですよ。それではまたまた歩いていきましょう。続いてやってきたのは雲の上に浮かんでる飛行船です。あ、ブルートだ。あー向こう向いちゃった。飛行船全体を撮ってみます。チップとデールも可愛いなぁ。こちらの太陽をモチーフにした乗り物もすごいですね。ド派手。てっぺんにある太陽を見上げるような感じで撮ってみようと思います。はいこちゃんの写真なんですけど、太陽をモチーフにした乗り物を撮ってみました。鮮やかに彩られてますね。画面いっぱいに光が映るように撮ったことに加えて、通路に近いところから広角レンズで撮ったことで迫力のある写真になりました。限られた位置、限られた時間内で撮影することになるエレクトリカルパレードですけど、その中でも適した設定をしてシャッターチャンスを逃さなければご自身が撮りたいように撮れると思うので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回は東京ディズニーランドのエレクトリカルパレードを撮っていったんですけど、久々に見ることができてめちゃくちゃ嬉しかったです。広角レンズで光をまとった乗り物を撮るもよし、望遠レンズでキャラクターの表情を撮るもよし、ご自身の好きな切り取り方で夜の素敵な時間を味わってみてくださいね。これからもおシャンポンの楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒におシャンポしていきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時、カツキンのおシャンポチャンネル。次回もお楽しみに。それではまたおシャンポしましょう。またね。